はい、ということで、こちらですね SCAJ2021 年の、会場ですね。今ねちょっとブラブラ歩いてみてるんですけど、ブースをねちょっと回っていきたいかなと思います。一応ね今回、こういう感じでプレスで入らせてもらいましたんで、ちょっとそこを生かしてね気になるところ回ってみたいと思います。会場こんな感じですね。はい、じゃあどこ行こうかな。こちらですね、ラッキーコーヒーマシンさんですね。ラッキーさんは僕が働いてるカフェでもマルゾッコエスプレッソマシン使ってるんで、多分ラッキーさんで買われてると思いますね。こちらですね、マルゾッコかっこいいですね。マルゾッコ重厚感がねいいですよね。なんか実演をされたり説明をされたりしてますね。はい、マルゾッコですね。こちらマルゾッコのブース、ラッキーさんのすぐ隣にありますね。こんな感じでマルゾッコのマシン使ってコーヒーが飲めると、そういう感じですね。 SCAJ のいいところってタダでコーヒーが飲み放題っていうね。だから新しい豆とか新しい製法のものとかラテとか並べば飲めるという、そういうことですね。いろんなコーヒーを飲みたいという方はですね、それで来られても十分楽しめれるかなと思います。はい、メリタですね。こちらはマシンを、エスプレッソマシンをやっぱり置いてますね。メリタさんでも取り扱ってるっていうことだと思うんですけど、今回の SCAJ 結構エスプレッソメーカーというかエスプレッソマシーンですね、エスプレッソグラインダーとかエスプレッソマシーンのなんかラインナップが多い気がしますね。はい、こちらのブースもねプリマさんですかね。はい、エスプレッソメーカーですね。本当ね多いですよね。かなりエスプレッソメーカーが楽しい感じですね。こちらはカリタのブースですね。カリタさんやっぱすごいですね。360度4面にカウンターを構えてますね。大きいです。こんな感じでコーヒーを入れてくれると、お、すごいですね。これロボットアームですね。すごいな。はあ。はいはい、ペットボトル掴んで、あれまさか、あ、入れちゃうんすね。注いじゃうんすね。すげえ。あ、蓋も閉めちゃうというね。なるほど、ハリオさんですね。綺麗だね。あ、なんか実演されてますね。はい、こちらは焙煎機のブースですね。すげえな、ゴリッゴリに焙煎機ですね。カップとソーサーのセールもやってますね。 50% オフ。これ、うわ、あれ焙煎機めちゃめちゃコンパクト、めっちゃスリムですね。へえ。トリニティさん、はい、こちらですね。TZero というオーストラリアの、ブランドでして、はい、日本初上陸でございます。とても、シンプルなものなんですけど、はい、ハンドプレスでコーヒーが出せるというものになっております。ーパーツ3つに、分かれておりまして、はい、こちらのバスケットにコーヒーを入れていただきます。こっちに、はい、はい、でこちらのボディにバスケットを取り付けます、はい、ボディにお湯を入れていただきます、はい、そしてこの蓋を閉じていただいて、はい、上のポンプを押し込んでいただきます。これはへこむんですね。空気圧によって、下から、コーヒー抽出することができるというものになっております。じゃあもうこれだけで、あとコーヒー豆とお湯があればどこでもドリップコーヒーが楽しめれるっていう。はい、おっしゃる通りで、まあ、とてもコンパクトなので、はい、ポケットにも入りますし、はい、アウトドア、そして、まあ、器具を置くスペースがないような、オフィスにおいても手軽に、コーヒーの抽出を楽しんでいただけるというものになっておりますね。こちらの器具なんですけど、はい、じゃあもう金属フィルターというかペーパーみたいなのはもうない状態で、はい、そうですね、商品のテーマとして、はい、なるべくゴミを少なくミニマルにということになっておりますので、はい、コーヒーを抽出するにあたって使い捨てる、ペーパーフィルター等は一切ございません。豆は 18g 入ります。それに対してお湯が、100ml入るようになっておりますので、コーヒーのバランスとしてはとても濃いものが出ると思います。ちょっと濃いめですね。はい、なので簡単にエスプレッソ風のコーヒーを楽しむ、もしくはお湯をさせていただいてアメリカーノとして、まあ、カップコーヒーを楽しんでいただく、
あとはまあコーヒー自体濃いものが出ますので、牛乳入れていただくことによって、かなり美味しい濃いラテが飲めるということで、ご紹介をしております。じゃあもうこれ一つで結構汎用性持っていろんなアレンジができるっていう。はい、おっしゃる通りです。これまだ日本初。はい、まだ日本には、正式発売してない状態でして、今回 SCAJ で初めてご紹介させていただいているものです。いつ発売のご予定とかは、もしよければ。はい、年内に発売を予定しております。はい、購入は公式のページというか。はい、トリニティコーヒーということで、検索していただければ、はい、ウェブサイトはございますので、はい、商品の詳細知っていただくことができるかと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。それから、まあ、EXILE の活動、コーヒーっていうところで、活動してきたんですけども、自分の、表現の可能性っていうのがすごく取得してから、広がったなっていうのを、思っております。まさか、このような場所に立てると、その頃は全く思ってはいなかったんですけども、このアンバサダーを就任したことによってさらに気合を入れないといけないんだなっていうことも感じていますし、より多くの皆様に素晴らしいコーヒーの魅力だったりストーリーだったり、単純に素晴らしく美味しい飲み物なんだよっていうことを、僕の活動でたくさん広めていけたら嬉しいなと思っておりますので、これから頑張っていきます。引き続きどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回プレスで入れましたんで、EXILE の哲也さんね、初代 SCAJ アンバサダーということで動画を撮ったりとか写真を撮らせていただきました。 SCAJ の初代アンバサダーっていうことで知名度もあって影響力もある方が、ああやって SCAJ のある意味顔になられるっていうことで、すごくこうこれからのコーヒー業界というかカフェ業界とか本気で迎合していく動きになってるんだなっていうのが、なんか希望がありますよね。僕ね、だってまだ20後半ですけど、まあ、コーヒー業界で働いてますけど、やっぱねそういう先がある業界なんだなっていうところが改めて感じられましたね。いや、いいこと言ったな。僕さんが産業産業に立たれてますね。2日目はなんかドリップをされるということでブースにねいらっしゃいます。お次はブリューイスタさんに、ちょっとね気になるドリッパーがあるんでお伺いしようかなと思います。ブリューイスタさんのこの新しいドリッパーですね、こちらは僕気になってるんですけど、もうここでちょっとブリューイスタさんの方にお聞きしたいなと思います。よろしくお願いします。まあ、はい、普通の V60 のドリッパーとの違いとしては、普通よりちょっと早く落ちるというか、すっきりした感じで落ちやすいんですけど、はい、まあ、ちょっと細かめの豆にしていただいて、ちょっとゆっくりめに落とすことで、グリーンさが保たれた上で甘さもしっかり抽出にはできるのが特徴です。確かにこの螺旋の感じが、はい、ハリオ V60 と、まあ、比較になりますけど、はいはい、かなり細かいし強い気がしますね。そうですね、そうです。一応結構全体にお湯が回るような感じになっているので、はい、コーヒーの持っている、まあ、綺麗な酸味とかがしっかり出やすいような感じになっている。それに、細かくしていただいて、はい、ちなみに引き目なんですけど、はい、だいたいどれぐらいとかその細かめっていうのが、そうですね、普通の、ペーパーフィルター、中細引きぐらいで、入れていただければ、中細引きぐらい、ちょうどいいグラニュートぐらいっていうことですね。はい、じゃあ抽出していただけるということで、はいはい、これは3等ぐらいに分けた方が美味しくなりやすいので、はい、最初 50g ぐらいで一旦蒸らしていきます。はい、ちなみになんですけど、はい、豆の分量は今何 g？ 一応 15g で、250ml での抽出で今、はい、で蒸らしが 50? 蒸らしは 50g、 結構、30秒多めですね。そうですね、多めに注いでいただいて全体が綺麗に蒸れるように
来ていただいてから、味が結構しっかり出やすい状態で抽出した方が、甘さとかもしっかり出るので30秒とか一応最初だけ全体に割れるようにして、 あとは、結構ゆっくりめに1点投下で落としていただいた方が、もう真ん中に1点で、はい、へーで、まあ、あんまりこう、液体が沈みすぎないぐらいで、はい、またすぐ注ぎます。これ注ぎ分けのお湯のグラム数って、はい、ある程度決まってるんですかね。一応120g ぐらい 120ml ぐらいで一旦止めていただいて、一旦ちょっと待っていただいて、で次は120から 180ml入れていただいて、だいたい落ちきりが、はい、2分いかないぐらい、まあ、1分50秒から2分ぐらいの間で、いやもう基本は2分切る感じですね。そうですね、まあ、あんまり豆も動かしすぎずにっていう形の方がクリーンに落としやすい。なるほど。なんか動かしすぎてしまうと、はい、まあ、やっぱり空洞ができるので結構すぐスーッと落ちてしまうっていうところがあるので、あまり動かさない状態で、はい、落としていただいた方が、あまり動かさず一点投下がコツです。そうですね、ゆっくり落ちるので、その方がこのドリッパーは結構甘さがしっかり出る、へえ、こんな感じですね。あ、ありがとうございます。じゃあちょっといただきますね。あ、でも確かになんか甘みというかクリーンで甘みはあるんですけど、まろやかさというか、そうですね、ボディ感もほのかにありますね。なんかイメージものすごく早いドリッパーに思ってたので、はいはいはい、コクとかまろやかさがある味になるっていうのは結構意外でしたね。うちの V60 の入れ方で入れるとちょっとすっきりしすぎちゃうような感じだったりするので、なるほど。さっきの入れ方のような感じでちょっとゆっくり、あんまり動かさないようにゆっくり動かしてもらうと美味しく落ちる。はい、すいません、ありがとうございます。お邪魔しました。ブリューイスタさんの入れ方ですかね。もうあれで答えですよね。もう答えいただきました。意外でしたね。あんなにすっきり落ちそうな V60 よりも速そうなドリッパーなのに、あのまろやかさはびっくりしました。はい、マイナーフィギュアズさんですね。めちゃめちゃ長蛇の列。いやね、大津ラテを配ってるんでめっちゃ並んでます皆さん。いや、そう、なんか撮ってたらプレスの方のみでお願いしますって言われてて、プレスの方、あ、ちょっと疑われてる、あ、みたいな。でもこの腕章を持ってればもう、そうなんですよ、最強ですから。 CAJ が発行してるもんなんで。いい笑顔撮れましたか。いや、撮れました。で、僕一番最後でした。一番最後に残って iPhone でこうやってやりました。なるほど。あ、最後 iPhone 撮られた。はい、多分プレスで唯一 iPhone 使った人間だと思います。こちらコーヒービレッジですね。いろんなコーヒー屋さんがここにブースを作って集まってるっていうことですね。こういろんなコーヒー屋さんがいらっしゃるんで、それぞれの推しのコーヒーというかメニュー、試飲とか試食もできるって感じで、有名店もたくさんあります、ね、とこちらですね、ワンゼットプレッソの、まあ、ハンドグラインダーの解説をちょっとお願いしたいと思います。はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。急に。いえ、とんでもないです。それで、あの、今回3つのモデルが並んでるんですけど、なんかそれぞれどういう違いがあるとか。あ、はい、はい、まずですね、こちら Q2 といいますよ、まあ、ちっちゃいコンパクトなモデルになるんですけどもです、ね、はい、こちらは、まあ、よく一般的な内部ダイヤルになってます。あ、はい、そうなんですね。でこちらの用途としましては、はい、アウトドアですね、持っていただいたり、まあ、通勤で少し持っていただいたり、まあ、移動に適したコンパクトモデルになってます。なるほど、はい、でこの、まあ、2商品見ていただいたら分かるように、はい、ライブダイヤルになってます、はい、で基本構造は同じになっておりまして、まずこちらが旧モデルなんですけども、はい、あと60段階カチカチが60段階までになります、はい、でこちらがこのカチカチカチで120段階になります。で
この一つのカチッとした時に、はい、こちらのモデルは 0.033 ミリ刃が下に落ちます。 0.033 ミリですね。ちょっと隙間が空くってことですね。そうですね、はい、こちらは 0.022 ミリ隙間が空きます。0.02 ミリ、ちょっとまあこちらの方が隙間が空く量が少ない感じですね、はい、ちょっとだけ空くってことですね。そうですね、ですのでより細かい設定ができるという状態になります。また、はい、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、はい、こちらの方が若干太くなる。ちょっと触ってもいいですか。どうぞ。こちらが、JP Pro ですね。こちらが G Pro。 あ、こっちの方が握り込みやすいですね。そうですね、確かに細いなんですけども、それでこちらが太くなっていることによって、はい、豆が少し落ちやすくなりましたので、へ、本当にエスプレッソよりもっと細かい面にしていただいても、はい、どんどん豆が落ちるようになって細かいのがより引けるようになりました。あ、へ、あとはですね、こちらのカラーが全く違うブラックでこのグレーのレザーになっているかと思うんですけども、こちらはドリップチャンピオンの小郷森一世氏にデザインから選んでいただいて作った日本限定のモデルになります。あ、もう日本だけ。そうですね、こちらのモデルは日本だけですね。だから JP プロっていうこと。そう、そうですね。で、あと弊社の方のブランドのプラスモーションというのと、はい、バンデッドプレッソのコラボモデルっていう状態ですね。あ、なるほど、はい、この3モデルでおすすめできるシーンというか、はい、さっきちょっとアウトドアっていう出ましたけど、はい、例えばこれはこういった方向けっていうのがもしざっくりとしてあれば教えていただきたいですね、はい、まずこちらがまあハイエンドのモデルになります。39,800円という、39,000円、少しお値段がしまして、はい、こちらが29,800円というモデルになります、はい、で、まあ、先ほどお伝えしたように少しこちらの方が微妙微調整がきますので、少しカフェでもう本当にビジネスとして使われたりとかもします。業務用としても使えるんですね。十分使えるという状態ですね、まあ、でもこちらはもちろん全然業務用として使えますけれども、まあ、少しお値段が安いので入門用としても全然使えますし、なんかもうホームブリューでされる方はもうこちらでも十分、十分です、十分です、本当に。なるほど、はい、でこちらがじゃあアウトドアとか。アウトドアで、そうですね、こちらも内部タイヤになってしまって、アウトドアに持っていただくのに適しているかなと思います。なるほど、まあ、お値段の方も18,800円とお手頃ですので。あ、なるほど、はい、この3つのモデルってグラインドのクオリティはもう全部同じクオリティで、この刃の径とかが若干違ったり、はい、落ち方が違ったりしますので、その分で、まあ、誤差はある形です、はい、あと こちらだけ刃の径が少し違いますので、はいはいはい、まあ、優越つけるなら1位2位3位といった感じですね、はい、なるほど。やっぱりその機能性とかフットワークの軽さとかっていうのを重視していって、ね、何を優先するかっていうところ。そう、そうですね、ですので、こちらじゃあこちらが全然ダメかというのは全くそんなことありませんので、はい、しっかりしたステンレスの刃を使われてますので、うん、もう全然微粉も極限まで抑えられているという状態ですね。そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。はい、すいません、はい、ありがとうございます。帰るんですか。帰ります。僕を置いて帰るんですか。今日ずっと立たれるんですよね。どうも、カフェックの僕です。社長がさ、はい、おい頼むぞ、どっかに見て回ってるんですかね。僕誰よりも正確にペーパーの PR をしてるんです。あ、だと思います。めっちゃ売るよペーパー。頑張ります。まず気をつけて帰れよ。わかりました、はい、ありがとうございました。お世話になります。ということで SCAJ2021 年2日目で僕は帰